慶長5年9月、世に言う天下分け目の関ヶ原、乱世に下克上の夢を託す者、また絶望に突き落とされなお這い上がろうとする者、激動の最後の時にこそ燃え上がり燃え盛るいくつかの青春があった。よし、城下外れの花田橋で待ってますよ。来ないうちは100日でも1000日でも経ってますからね。関ヶ原の戦いに夢破れた竹蔵は、そう沢庵の計らいで死を免れたものの、姫路城天守閣の開かずの間に幽閉された。日も差さぬ暗黒の部屋で人と会わず、ひたすら書物を読み、何事かをつかまんとする青年竹蔵に時は流れていった。ツバメか、春が来たのか。孫子曰く、地形通ずるものあり、かかるものあり、ささうるものあり、愛なるものあり、剣なるものあり、陶器ものあり。沢庵坊、今旅から帰ってきたのよ。ちょうど3年目じゃ。もうお主もな、赤子から少しは骨組みができたじゃろうと思うての。ご高恩のほど、なんとお礼を述べましょうやら。お礼？だいぶ人間らしい言葉遣いを覚えたの。さあ、今日は出よう。光明を抱いて世の中へ、人間たちの中への。三年は長い月日じゃ。何を得た？申してみよ。いまだ何事も得ません。ただ。ただ己が無知を恥ずるのみです。これまでの私は何事もその真実を知らず、ただ闇雲に怒り憎み、たけり狂って日々を走り抜けたのみ。身に残る何物もなき貧しき人生でございました。してどうする、これより先。わかりません。どうじゃな、当家に奉公する気はないか。身に余るお言葉ですが、己の何たるやもわからぬ不心得者、お役に立つ何者も持ち合わせませる。この世に生を受けし者、必ず何か役に立っておる。鳥、魚、草木とて同じことよ。はい、私もそう考えたいと思います。こうして三年を過ごす前は、ただむやみに栄達を欲し、栄華を望んでいたように思えるのです。栄達も栄華も今の私には虚しく思えます。私という人間の生きている意味を、この手でしっかりと掴み取ってみたいのです。なるほど、そのためには何とする。流浪の望みでござります。そうか、この者に行くと路銀をやれ。ご高恩沢庵からもありがたくお礼を申します。若いうちは流浪もよかろう、しかしどこへ行っても身の老いたちを忘れぬよう、以後は故郷の村にあやかり、姓も宮本と名乗るがよかろう。宮本と呼べ、宮本と。はあ、名も竹蔵よりは武蔵と呼ぶがよい。
暗黒の幽閉所から今日こそ光明の世界へ生まれ変わった誕生の第一日すべて新たになるがよかろう。武骨ばかりと思うていた照政公が名付け親とは風流を身につけましたの。宮本武蔵か。よい名だ。祝ってやろう。これ酒を持て。これからはお互いに競争じゃの。わしの修行とお主の修行なあ武蔵、旅に出る前に追って行きたい人がおるんではないか。姉上のことですか。いや、お銀殿のことは心配無用じゃ。お咎めもなく今ではの左陽号の縁者のところに落ち着いてござる。私だけでなく姉上まで。大慈悲、ただかようでございます。わしは西へ行く。お主は東へ行きなさい。このまま一本道を行けば花田橋じゃ。よろしいな武蔵、この道を行け。ではおさらばじゃ。宮本武蔵、俺の青春まだ遅くはない。このうちは百日でも千日でもここに待っていると言ったお通の言葉も。そなたは三年前からここに待っていたのか。待ってました。あの家へ訳を話し奉公しながらあなたの姿を待っておりました。今日は日数にしてちょうど970日目。これから先は一緒に連れてってくださるでしょうね。わしの行く先は苦難の道だ。遊びに遍路するのではない。わかっております。あなたのご修行のお妨げはしません。どんな苦しみもいといません。女連れの武者修行があろうか。袖をお話し。中山越えの峠の上で約束したではありませんか。あの時は追われる身でうつつだった。自分から言ったのではなく、そなたの言葉に気がせくままうんと答えただけだった。いえ、そんなことはありません。千年杉のところで私があなたの悩みを切るときにも言いました。一緒に逃げてくれますかと。あなたは喜んで切ってくれ、この悩みを切ってくれと二度までもそう叫んだではありませんか。お話。往来の人が驚いている。すみません、ついはしたないことを言いました。本気せがましい今の言葉忘れてください。お父さん、実はわしは今日まで910日の間あの姫路城の天守閣の上に日の目も見ずにこもっていたのだ。伺っておりました。知っていたのか。たくあんさんから聞いてました。そうか。三年前中山峠であなたとお別れした後、山道で難儀してたのを救ってくれたのもたくあんさん。そこの土産物へ方向口を見つけてくれたのもたくあんさんです。そして男と女のことだ、
これから先は知らないよと謎みたいなことを言って、昨日も店でお茶を飲んで行かれました。いいでしょ。ね、ね。いつでも店では暇をくださる約束になってるんですから、すぐ訳を話して支度をしてきます。ここで待っていてくださいましね。最前も言った通り、わしは闇の中に三年、書を読み、もだえにもだえ、ここへ生まれ変わって出てきたばかりなのだ。これからが竹蔵の、いや、名も宮本武蔵と改めた、この身の大事な一日一日、修行のほかに何の心もない。そういう人間と一緒に長い苦難の道を歩いても、そなたは決して幸せではあるまいが。でも私はどこまでもお慕い申します。ご修行の邪魔さえしなければよいのでしょう。そうでしょう、そうでしょう。きっと邪魔にならないようにしますから。いいですか、黙っていてしまうと私は怒ります。ここで待っていてくださいね。すぐ来ますから。嫌ですよ、行ってしまっては。おじさん、おばさん。気をつけてな。長い間ありがとうございました。気をつけていきなさいよ。さあさあさあ。また蜂、また蜂よ、なぜ戻らぬ。この母はの本意殿に嫁いで以来、お前が生きがいでつらい日々を耐えてこれたのじゃ。なのにまた蜂、お前はこの母を捨てたのか。誰じゃ。またハチ、またハチ。わしじゃ、権六じゃ。おお、またハチの武者人形じゃな。わしが嫁に来た時の祝い物じゃ。あれほど慈しんだまたハチが家を捨てるとは皮肉なことだ。竹染めが悪いのじゃ。あやつがまた蜂に悪霊を吹き込んだのじゃ。それにおつ、嫁と定めた身なのに他の男に思いを寄せるなど、獣同様の振る舞いじゃ許せぬ、許せぬのじゃ。権五次、竹蔵のこと何ぞ分かったか。どうした。姫路から戻った番所役人の話では竹蔵は赦免されたとか。まことか。お杉殿、今さら竹蔵を追ってどうなさる。三年前、
国境で止められた。皆の言うことを聞いて戻ってきたが、今じゃ村の衆の笑い草になっとるわい。このままご領地では本院殿家は暮らすこともできぬ。わし一人がの国越えは勝手じゃ。何としても竹蔵骨を打って先祖伝来の面目を取り戻さなければいけないのじゃ。おばば一人は行かさぬ。わしも行こう。年寄りの冷や水、死に花を咲かしてみるか。中条流は足利末期に創始された堅実の流派の一つだが、木立の名手として名高い六代目戸田清源の道場に佐々木小次郎の姿があった。武器はこの長太刀だ。先生、私は中条流小太刀を学ぶために当道場に入門いたしたのです。わしの稽古台になるのが不服か。いえ。ならば長太刀を持て。お前のような長身で腕力がのうては長太刀は扱え。わしが小太刀の術完成のために役立つこともまた弟子の道だ。長刀しか持たせてもらえぬなら、この長刀で小次郎の剣編み出してみせる。武蔵は一人剣の修行に励んでいた。小次郎が技を磨いたのに対し、武蔵はむしろ基礎的な体力の強化に努めていた。武蔵の若い情熱は3年の幽閉を経てなお出口を求めて燃えたぎっていた。柳生田島守は関ヶ原の駅での功績により家康より12,000石を賜っていた。そしてこの時将軍家指南役の地位も獲得していたのである。問題は関ヶ原の越後、諸国にあふれた浪人たちのことです。彼らは折あらばと伺っておりまする。ならば田島が策は何じゃ。浪人たちの中にも用いて役に立つ者もおりまする。要は大坂方に着かせぬこと、大御所様にお味方する諸大名に召し抱えさせるがよろしかろうと存じまする。役に立たぬ浪人どもはどうする。さればその者たちこそ諸団が寛容、烏合の衆も時に侮れませぬ。小次郎、その構え中条流にあらず。これは私の流儀です。こしゃくな。小次郎の姿が戸田道場から消えたのはその夜のことである。平安京の昔から現代に至るまで京都は常に日本人の心の中心にあった。伝統に根ざした日本文化の象徴として日本を代表する都市京都。この辺り平安吉岡憲法の道場のあった四条は現在京都のメインストリートである。足利13代将軍義照の指南役だった吉岡家は天下の武芸者の目標でもあった。門弟数百人の頂点に四代吉岡清十郎がいた。あのうちの女どもは若先生一人にこびて俺たちを相手にせん。今日は若先生の何者かを全く知らぬうちへ参ろう。茨城
柴垣柴垣聞こえて今日は治療の我が吉岡先生を除いて天下に剣の分かる人間が一匹でもいるか若先生がいると思って見えすぎたおべっか言うな天下に剣術は京八流だけではないこの京だけでも北野に小笠原剣心斎白川に伊藤弥五郎がおる貴様は吉岡先生の門下でありながら吉岡剣法流を腐すのか腐しはせぬ時代は変わったと言っておる今や剣の道を志す輩は雲のごとく起こり今日はおろか江戸日立越前近畿中国九州の果てにまで名人上手の少なくない時勢となっておる標本者のくせに他を恐れる卑屈なやつだ卑屈だ何だ貴様何だよ若先生面白くないですよ手前がお供いたします席を変えましょう お香つけてやろうかあら若先生さあどうぞおいやさあはいはい若先生がお待ちかねですよさあ邪魔者は消えましょうバカ先生は明美にぞっこんだな何がおかしいんだ、うん、どうぞいものだの当時はどこへ行ったまたお母さんの部屋でしょあいつお香に惚れているな当時め時々わしを置いて一人でここに通っているなそうであろう嫌な人ちょうど良いではないか恋の一対当時とおこうわしとそなたいや明美良いではないかいや話してお酒をお酒を取ってきますから酒などいやお母さんいや誰か来ておこうはおこうは当時と仲良くしておるわまあ、何を怒っておいでです当時当時さあ飲み直しましょうさ何を子供みたいにんささ、はい、機嫌を直してんさあお酌をなさいはいこれですもの聖様この子はいつまでたっても子供なんですよもう21だというのに21には見えんなやっと16か7本当当時さん嬉しい私いつまでも16でいたい16の時にいいことがあったからの恵みならば台所へ回れいえ物乞いではありません吉岡清十郎先生に試合をお願いいたしたいおい面白いのが来たぞ先生に試合を申し込んでおるおっぱれおっぱれ待て待て聞こう何流か誰を師として剣を学んだ師も流派もございません至らぬ見ながら一心に励んで将来宮本流を立てたいのが望みですそのためにも京八流の神髄ぜひご言ってご教示賜りたい貴公の死骸の引き受け人はあるのか万一の場合は鳥部山へお捨てくださろうとも鴨川へ悪田と共にお流しくださろうとも決して大恨みには存じませんおいおこうどこだ明美若先生が奥に歌舞伎連れてってくださるぞおこれはそうそうお客でござったか客ではないこれは失礼おい締めていけご無礼いたした あなた何怒ってるんですよまた八さんも行かない
どこへ？お国歌舞伎。女房の尻につきまとう客の、そのまた尻についていく亭主があるか。男のくせに相手ばかりいて嫌になっちゃう。こんな飲んだくれは置いといて、明美、さっさと行こう。飲んだくれとは何だ、亭主に向かって飲んだくれとは何さ。亭主なら亭主らしいことしてごらんよ。誰に食わしてもらってると思ってんだい。何？豪州を出てからお前が一文でも稼いだことあるかい。みんな明美と私の腕で稼いできたんだよ。毎日酒を飲んでブラ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 。お城の石担ぎをしてでも俺が食わしてやる。それほど石担ぎがしたいんだったらこの家を出て一人でおやり。誰もこの家にいてくれとはお頼みしませんから、どうぞご遠慮なく。さあ明美。あら、お待たせ。ごめんなさい。吉岡一門上出さない、相手になる。無益なことです。この上は吉岡清十郎先生に言ってお願いいたすのみ。四条の吉岡家の使いでござる。若先生と藤次殿は参っておりませぬか。知らぬ。いや、参っておるはずでござる。隠れ遊びの先へ心ない技とは承知しておりますが、道場の一大事、吉岡家の何も関わることと。やかましい。ではお取り次ぎでよろしい。作州の浪人宮本武蔵という武者修行の者、道場に立ち寄り門弟たちに立ち向かえる者一人もなく、若先生のお帰りを待とうと頑として動かずにおりますゆえ、すぐお帰り願いたいと。宮本武蔵。ダメか。どうしたのだこの貴様は。何をしていたとはお手前のことだ。若先生を一人誘い歩いてバカもほどに境よい。何だと。やかましい。そんなうちは喧嘩より、若先生が帰ってきたなら早く今日の無念話をしてくれ。いいか、頼むぞ。助け。浪人者は。お帰りを待とうというキャッツの言葉に任せ、あの一室に控えさせてあります。道場に連れてこい。はっ。待て。早まるな。こっち来い。騙し討ち。そんな卑怯な手を使っては清十郎の名が立たぬ。たかの知れた田舎武芸者に恐れをなして多勢で撃ったと世間に言われては。勝って名誉な敵ではなし。若先生が手を下すにはもったいないと一同が申すのでござる。とにかく生かして返しすは、それこそ後藤家の恥。宮本宇治、お待たせいたした。お顔を拝借願いたい。いないぞ。おれおれ、逃がすな。逃がすなよ。
存じか。よもぎの寮という茶屋の奥で。この間に武蔵を逃してしまう。手分けしてせめて奴の泊まっている宿先でも。よし、させる。おお、もしもしもし。なんだ。しばらく道場に来た武蔵という者はいくつくらいでしたか。年など知らん。手前と同じくらいじゃございませんか。まあそんなものだ。作州宮本村と申しましたか。彫刻はさよう。武蔵とは竹蔵と書くのでございましょうな。うるさい。用もないところをうろつくとまた今のような目に遭うぞ。そうか、やっぱりそうか。武蔵と名を変えての無茶修行か。竹蔵だが今会うのは面目ない。俺にも意地はある。今日が満願五十九日、どうか我が願いお聞きくだされませ。竹蔵めの命、竹蔵めの命。おばば、おばば喜べ。仏の導きじゃ。竹蔵めを見つけた。竹蔵めをな。わっす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 。竹蔵、ここで大田はお主の運のつきぞ。やれやれ、男らしく撃たれちまえ。竹蔵、そなた名を書いたそうじゃな。宮本武蔵、へえ偉そうな名じゃの。名を変えればこの場に探し当てられないとでも思うたか。浅はかな。お天道様はお見通しじゃ。見事この馬場の首を取るか、そなたの命をもらうか、勝負しろ。指折り数えて早5年、どれほど探すに骨折ったか。清水寺へ日産の甲斐あった。さあ覚悟、覚悟を抜きやれ。その刀飾り物か、切る腕が持たぬか。ない。待て、待たぬか、待たぬか、卑怯者。待たぬか。新潟さん、おのれ卑怯者、腰抜けめ。新さん、渡辺じいさん。おう、上太郎か。今日はな、お客様がまだ帰らねえから先はいらねえよ。じいさん、そこで何をしてるんだい。車間の知り人に手紙じゃ。書き出したが一時一時字が思い出せねえで困っとるんだよ。親が書いてやろっか。あ、おぬかせ。本当だってば。そんな妹いう字があるものか。それじゃ竿だよ。じゃあお前書いてみろ。ほらほら、文句は先日送りいただいた。だから話からだよ。手紙参らせ候。あ、人が悪いな、宮本さんは。すまんすまん。許してやるからうちのお酒を買ってくれ。来ねえ。また小僧に酒を売りつけられたぞ。今後そんなに飲めん。ケチだな、宮本さんは。実を言えば小遣いが乏しいのだ。貧乏無芸者だ。そう悪く申すな。じゃあ俺がマスを測って安く持ってくるよ。手紙後でな。お親父。はい。これは今の小僧が書いたのか。さようで。もう呆れてるんでございますよ、あいつの賢いのにゃ。おお、酒屋の小僧がどうしてこのような見事な字を。お酒の天文を取ってきたよ。はい。あ、おいらがマスを測るから。おい小僧、酒だ、酒くれ。酔っ払え。おじさん、熱燗だよ。ん。標本家っていうのはみんな大名の係になって稚魚がたくさん取れるんだろう。
おいら店のお客に聞いたんだけど、昔塚原牧伝なんかは道中するときには七八十人も家来を連れて歩いたんだってね。うん、その通り。徳川様へ抱えられた柳生様は江戸で12,000石って本当？本当だ。なのにおじさんはなぜそんなに貧乏なんだろう。まだ勉強中だから。じゃあいくつになったら上泉伊勢の神は塚原牧伝のようにたくさんお供を連れて歩くの？お前、国はどこだ？姫路。満州か。それで何をしていたお父さんは？侍だよ、侍。 お父っつぁんは姫路藩で500石も取っていたんだぜ。けれど、おいらが6つの時に浪人しちゃって、それから京へ来てだんだん貧乏しちまったもんだから、おいらを居酒屋に預けて自分は小無双寺に入っちまったんだよ。困ったもんだ。丈太郎の父は武蔵を捕らえに来た姫路藩の役人、あの青木丹左衛門であった。運命のいたずらをこの時武蔵は知る由もなかった。だからおいらどうしても侍になりたいんだ。侍になるには剣術が上手になるのが一番だろう。おじさん、お願いだからおいらをお弟子にしてくれないか。この間から毎日頼んでるのに、おじさんどうしてうんって言ってくれないのさ。おじさん、お願いだよ、お願いだよ。よしよし、弟子にしてやろう。だが今夜は帰って親父ともよく話した上、出直してこなければいけないぞ。うん、分かった。宮本さんはこれからどちらへ？宝蔵院へ参ってみよう。ああ、およしなさいまし。失礼ながら大笠の腕では命を取られます。おお、評判の強さは本物か。宮本様が好きだから申し上げてるんでございます。宝蔵院は武者修行の墓場でございますよ。うん、心痛そう。おじさん、おじさん、嘘つき、おじさん嘘つき、おじさん嘘つき、おじさん嘘つき。どうしたかぞ。泣くやつがあるか。おお、泣くな。騙す気ではなかったが、お前には父があり親父がいる。その人たちの承知がなければ連れて行けぬから、相談してこいと申したのだ。そんならおいらが返事に行くまで待ってればいいじゃないか。だから謝っておる。親父には話したか？うん。てめえみたいな小僧はとても当たり前な農場や武芸者では弟子にしてくれるはずがねえ。あの寄進宿に泊まっている浪人なら弱いので評判だ。てめえにはちょうどいい賞だって選別にこの牧犬をくれたよ。面白い親父だの。きちんのじいさんにはこいつをもらった。先頃はお留守中に訪問し、機微に接しざるはいかん至極。明春1月か2月必ず再度の訪問をお約束いたすものなり、当方も1年の間一段と鈍剣を磨く所存にて、貴殿もせっかくのご自愛陰ながらお祈り申し上げる。丈太郎、使いに行ってほしいが。どこまで？四条の吉岡道場にこれを届けてほしい。嫌か？嫌じゃないけど、おじさんまたおいらを置いてけぼりにするつもりだろう。いや、決して嘘は言わん。昨日のことは許せ。分かった。だけどおじさん、おいらが帰ってくる間どこで待っているんだい？こういたそう。わしは奈良に先に行っている。居所は槍の宝蔵院で聞けば分かるようにいたしておく。きっと。まだ疑っているのか？今度約束を疑えたらわしの首をやる。頼むぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。よこせ。どこは？若先生、道場の方に武蔵の使いが参りました。ご返事がいただきたいと使いの小アッパがついてきておりますが。武蔵。ねえ、あんたが武蔵様という人のお使い？ああ。その人竹蔵って言うんじゃないの？武蔵だよ。もしかしてその人は
作州宮本村の人じゃないの？うん、竹蔵さんだ。明美、何してんの？ねえ坊や、あなたこれから竹蔵さんのところへ帰るのね？武蔵様だよ。ええ、武蔵様に会ったら何か伝えるの？何を言うのさ。明美、変なの、女ってわからねえや。この野郎、いて。どうして牛車なんぞに乗りやがった？いけないの？当たり前じゃ。おじさんが引っ張るわけじゃないからいいじゃないか。ふざけんな。いて。あー、いてー。あれ？あれ、ないぞ。何か落としたの？うん、紐のついた竹の筒でしょ。うん、それだ。それならさっきそなたが満腹寺の下で孫衆の馬にいたずらして怒鳴られたでしょ。ああ、びっくりして逃げ出した時落としたのお侍が拾ってたようですから戻って聞いてごらん。本当？ええ、ありがとう。戻るには及びません。あのお侍様ですよ、あの人。おい小僧、お前であろう、これを落としたのは。あ、あったあった。あったはないものじゃ、礼を言わんか礼を。すみません。お嬢中、この小僧はあなたのお連れか？いいえ、まるで知らない子でございますけど。どうも釣り合いが取れぬと思うた。子供一人どこまで行くのでございましょう。おいら奈良の宝蔵院まで行くのさ。小僧、その腰のものは何だ？侍が木剣を知らないのかい？剣術を覚えるためにさ。してお女中はどちらまで参られる？私はどこというあてもございませぬが、奈良にはこの頃多くの浪人衆が集まっていると聞き、実はどうあっても巡り会いたいお人を多年探しておりますので、そんな儚い噂を頼りに参る途中でございまする。五重の塔で知られた奈良興福寺、その一角に槍で名高い宝蔵院があった。奈良の僧兵は古来京都叡山の僧兵と僧壁であった。初代宝蔵院院営はその武術を剣豪上泉伊勢の神に習ったといわれる。二代目院春となってさらに名は上がり、槍の宝蔵院は諸国武芸者の目標となっていた。何者？
ことにしろ。